しおちゃんの春夏のお洋服を紹介します。しゃー、しおちゃんね、もうね、もうね、どうしてもね、紹介したいね春服できたんだけどね、もうそれに合わせてあの他のね、お洋服も紹介します。今まではなんかこうブランドで縛って紹介してきたけど、今日はもうね、そんなの関係ない、おっぴーっていう感じで好きなブランドの好きなお洋服を紹介していきます。それではスタート。今日はお洋服全部5着と小物が2つ、やっと準備します。しおちゃんが長い期間かけて集めたお洋服たちを、いざ靴もこれ、どうしてもどうしても紹介したかった洋服はもう着てます。どうぞカメラを下に。こちらナイジェルケイボンのパンツでございます。今の一番のお気に入りです。もうさ、あったかいってさ、履けるよね、これね。ちょっとね、もう履いてます。見てください、このベルトですね、こういう感じのベルトと、はい、木のボタンがついてます。ポケットも1、2、3、4つついてます。ポケットたっぷり。ナイジェルケイボンのブランドのコンセプトはね、あのメンズとね、レディースそれぞれあってね、レディースはタフではなく決してハードではないっていう文言があるけど、それが大好きでね、しおちゃんかっこよくない？タフではあるが決してハードではない、ね、なんか強そうだけど、こういう風に女性らしいというかね、そういうのがね、服に表れてるんですよ。かわいいですよね、これ。あ、しおちゃんだけどあれもそう、オーバーオールもナイジェルケイボンよ。今ちょっと洗濯中だけど、ね、しおちゃんね、足出すのあんま好きじゃないよ、服で。だけどこれぐらいの丈のハーフパンツ最高ね。それでね、このパンツはグルカ兵っていう軍の人たちが着とったパンツをモチーフに作られてます。はい、次は今一緒に着とったこのオーシバルの T シャツでーす。かわいいやろ、このオーシバルの T シャツ。これはこの前、本当に最近買ったばっかりの T シャツです。夏のね、T シャツのボーダーね、3つぐらいある、多分。3つ、ね、オーシバルってロゴがここに入っとるんやけど、オーシバルのね、 T シャツってね、長持ちするんよ、すごく。その分あの手頃な値段ではないけど、めっちゃね、ずっと着れるのよ、一着を。このね、素材の感じとかもね、なんやろ、すごくね、柔らかいだけじゃなくて、ちょっとね、そう、目が詰まった感じでね、それがすごく雰囲気が好きでね、これにしたいんだけどさ、丈が長いんだけど、お洗濯したら縮むんだって。それをね、見据えて買った。かわいいやろ。デニムとかにもさ、合わせてもかわいいよね。じゃあこれと、あのさっき言ったナイジェルケイボンのオーバーオールちょっと合わせてみます。あの、いいよ、これもドンほっほっふっふっはい、着替えてきました。かわいいやろ。これがさっきのね、さっき入った同じブランドのお洋服。これナイジェルケイボンのライブロっていうね、ラインのオーバーオールです。金属加工がこう特殊な感じでしょ。店員さんが教えてくれたんやけど、生地から作っとって、すごくないね、しおちゃんだけね、そういうのが大好きだよね。昔のこういうのをアレンジして作りましたでね、このオーバーオールにもね、そういうね、ストーリーがあるんやけど、長くなるから話さんとくねしおちゃん全部読んだ、このストーリー、このオーバーオールが作られたストーリーを。はい、じゃーん、ここに胸元にポケットと、ここにもね、多分ここペンが入るよね、多分しおちゃんの予想だけど、ここに大きなポケットが2つね。もうね、これをね、着た日にはね、バッグ持って歩かんでいいよ。ポケットがこんなにいっぱいあるけん、ここにもほら、ちっちゃいポケットがあってね、で、ここにも大きいポケットがあって、しかもね、ほら、すっごいいろいろ落ちないようにね、工夫されてる。ボタンがたーくさんあるよ、これ。で、これ男の人用やったんかな、もともと。ここにもね、なんかここが開くんですね。ここがこうやって開きます。ここチャックついてます。でね、見て、これかっこよくない？これ金具なんよここ開くる、今まで見たことない感じ、一味違う感じ出てるよね、金具がね。そう、これをしおちゃん着る日はもうね、しおちゃん強くいくぞっていう日にこれを着るようにしてます金具がついてる、ずっと。あ、金具がついてる。さ、生地も頑丈やけど、これゴシゴシ上がっていいよって、シャツ大好きなオーバーオールでした。じゃ、次、4着目はくちゃっちゃい MHL のワンピースです。そうだね、MHL も大好きなブランドのうちの一つ。インスタでも、もう YouTube でも何回か来たんだけど、その時はね、長袖だったと思うよけどね。
ほら、これボタンでね、止めてね、半袖にもね、なるっていうことにね、買った後に気づいた。これも一目惚れしました。スカーフとね、一緒にかかっとったよね、お店に試着して、これは我慢できん、これは欲しいと思って買いました。これもね、結構目のぎっしり詰まったコットンで、少しね、固めの生地なんよね。これは、あの服です。しおちゃんがむちゃまんじゅうをぶちまけたあの服です。もう綺麗にね、洗ったけん取れたよ、汚れ。よかった。あ、もうびっくりした。買ってすぐだったけんね、結構この服ね。これもね、こうやって A ラインに綺麗になってるよ。こうやってね、ここのね、ボタンを外してね、くくるっていう。そしたらなんと長袖にもなります。これカー君と一緒に使ってる帽子の MCL です。これあの、実はこの帽子買うの2回目なんですよね。あの、なんとカー君がパーキングエリアで落としました。ずっとバケットハット欲しいねってグッドって、ずっと探してようやく可愛いの見つけたと思って買ったやつだね。はい、ということで2個目のハットです。これしおちゃん大好きです。じゃあ最後、今から最後はしおちゃんのお気に入りのデニムです。これね、多分ね、他の動画でちょっと、ね、紹介したことあるけど、まあいいか。あと 2分で授業が始まる。あの、ごめんなさい、最後の服は同じ服で行かせていただきます。最後はちゃんとこのアナトミカのデニムです。ちょっとしおちゃんお腹苦しいぐらいあるんだけど、このアナトミカのデニムはウエストの部分がねキュッてなってて、このお尻の部分の余計な布がなくて、お尻がねプッて見えます。そしてここにはアナトミカの A、 例えば赤の T シャツとかをインしてくると、それは可愛いコーディネーションになります。で、これバケットハートとかかぶっちゃってね、さあ、ほら、ナーツコーディネーション完成。シュートの大好きなハイウエストだから、夏にこういう感じの T シャツとかを着て、それをインしてきたら足が、ね、長く見えます。足が長く見えます。そして女性らしいラインを演出することができます。可愛いやろ。これもすっごいお気に入りのデニムでずっと履いてる。授業始まった。え、違う、寝たやまきかく違う、待って。ということで、まだまだ引っ越してるのですいません、あの、シェイクの中で授業があるので、バイバーイ。